白髪の部分が多いですよね、こっちはね。で、白髪がカビが入りやすくて変色するんですよね。あ、はいはい、弱いんですよね。そうですね。木が養分を上げてる部分だから白髪っていうことで、うん、はい、どうしてもカビが入っちゃって、こっちちょっとカビが入ってますよね。それで、こっちは在庫の下になっちゃうので見えないんですけども、横から見えちゃうので、ああ、はい、ここを少し逃げるように、あ、切る、そうですね。ここからこっちを使うということですね。こういうふうになります。それでここへこの分、ちょうどこの辺だったので、このぐらいのものをここへ足すということになります。ここに印をしてありますので、はい、こういうところですね。これね、音が出ます。本当はこれに塗らないんです。うん、あ、水が入ってるからね。うん、本当はこれで塗ってゆっくりしてるとふやけてきちゃうので、もともと圧縮されてるものだから、うん、水分を塗った途端にもうふやけ始めて、うんうん、すごくきつくなっちゃうんですよね。だけど僕一回ヤスリをかけてるので、うん、ふやける量があんまりないんですよ。はい、そっちもボンドを塗る。そうですね。メーカーの説明書にはこれには塗るなって書いてある。ふやけるからね。ボンドも相当両方につけた方がいいんだ。あ、片方だけだとね、うん、全面にぴったりいくかどうか分かんないですよね。行くところと行かないところとあるから、うん、多めにつけてもう、うん、とにかくはみ出させて、うん、でギュッと締めちゃえばそんなベタベタにくっついたままにはなってないので、うん、この線が合うように叩きながら、
かな線です。足のとこが引っかかる。この辺がまだまだですね。でも大体ここらです。僕好きなもんだから、うん、痛くないのを好きになってればよかったんだけど、何なのが好きになっちゃって困ったもんだ。そしてこれをあとは本当は角棒を取って、うん、こういう状態でやって、はい、この棒をろくろにかけるのが普通なんですけど、うんはい、僕の場合ろくろを使わないので、うんはいね、角棒じゃなくてどうせこの、ねうん、ペーパー状に作るので、うん、これをもうそういうふうに材料をそうすれば、うん、互い違いにやればそうです、そうです、余分に無駄が少ない、うんねがうまくいっても他のやつが同じになるとは限らないので、どうしても少し太めにあれで八角に取るときに少しも必要ですよね。はあ、すごいなでも。もうちょっと低いと力が入んないんだよね。そうだよね、もうちょっと高すぎてね。これで
結構ピカピカになっても色が変わっちゃうんですよ、はい、だから、うん、赤いところそうです、こことこの辺なんですね、うん、そこが出っ張ってるよというところなんですね。でこれはあの、まだこれでもきついかな。それで下の方はこすれた跡を残しながら、普通の人がもう全くやらない僕が やってるだけだからな、日本にはならないんだけど、それでもかなりきついと思います。あ、そうでもないかな。本当はもうちょっと幅の広い板でやると、うん、綺麗に取れる、無駄なくここでもこう取れるので、うん、もうほんのちょっとですねこれね、うんうん、まあ、やらせたから、うん、あとはね、うん、ここだけちょっと足してもいいんです。あ、そうそう、それでも1個ずつ。そうですね、うん、これでもね、もう普段はこれ、うん、いちいち書いてやらないです、めんどくさいから、うん、もう椅子はね、いろんなのいっぱい作る人もいっぱいいますけども、うんうん、そんな自分でちゃんと満足したのって、うん、そうそうできないと思うんですよね、うんうん、やっぱり自分の中で一番いいものをどうしたってお客さんにも勧めることになるので、うん、いくつか作ってるうちに、あ、これなんかいいなと、うん、もう定番が嫌でもできてきちゃうんですよね、うん、材料もこの必要な材料を取るのに倍ぐらい用意しないといけないかな、捨てるとこがある、うん、あの使えない部分とかね、うん、大きなあの板1枚からどんだけ取れるかっていうふうにやっていくと、うん、3分の2使えないですよね、うん、まともにはね、うん、
当たりだったかな、分かんないで買った割には。なんだ、こんなのが来ちゃったよっていう時もあるしね。あとは誰かのね、知り合いが使ってよかったっていうことで。ああ、そうですね。うん、削れすぎですね。そしてこっから、こういうふうに振り落とす。こういうふうにここをみんな落としていくことですね。はい。ここはいいですよね。そのまま。でもう取れないですね。はい、一回入れちゃうともう入れた直後は取れるけど、直後はね滑ってよく抜けるんですよ。逆にね。うん、だけどもうどのぐらいだろうな、20秒ぐらいかな、そのぐらいでもう木が特にこう穴掘ったとこなんか、あっという間にあの水この水分をふやけてきちゃうから、もうすぐ抜けなくなっちゃいますね。ツルツル同士だとね、うん、かなり時間経っても無理してもやればなんとか取れちゃうんだけど、両方塗らないと安心できなくて。
抵ね、あの、これヤスリでこれ取るよりも、のみでやっちゃった方が楽なので、のみでやってるだけで。大きくで取れるっていう。そうですね。で、後でこれもう一回、あの、ヤスリで鳴らしちゃうんですよ。で、その後のみで持って、あの、見た目がいいように取っていく。そうですね。これはもうただ角を取ってるだけですね。粗削り。すること以外いいこと他に何にもないんですよ。幅方向に力を加えるのって良くないわけだから、割れる心配の方が多いですね。でこれ前がカーブしてるので、同じにとってもこういう風に見えるんですよ。余計にね、あの下がってるように、なんとなく。しっくりくるような感じが、まあ実際もある程度そうなんですけど、あとこれでも刃が欠けてたりちょっとでも欠けてると白い線がいっぱい出ちゃうんですよ。このやった後にね、これも白い線がちょっとあるけども、もう組み立てでもそれなかなかなくせないですね。前と同じところでこの掘り出しも前と同じところでやったけど、本当に良かったかどうか。Yeah.